治安局からメッセージだよ。デジタル営業ライセンスを速やかに更新するようにとのことだ。リン、まさかとは思うけれど、スパムとしてゴミ箱に放り込んだりしていないだろうね。してないってば。さ、出かける準備をしようっと。お兄ちゃんも来る？取り扱っている最寄りの文書はルミナ文書か。今行けば窓口が開いている時間までに着けるだろう。周囲に新たな報告が。これは失敬。続けたまえ、主演班長。はっ。今回の作戦目標は山地氏組、荒ごとにたけもっぱら暴力犯罪に関与している武装集団です。リーダーはレイザー。自身の戦闘力と狡猾さで血の気が多く、攻撃的な構成員を多数取り込んでいます。特に警戒を要するのがこのジェーンという新顔。彼女は直近において山地氏組の犯罪計画で幾度も重要な役割を果たしており、急速に組織内で頭角を現しつつあります。彼らが本作戦の目標です。まずは少数の精鋭部隊による突撃をもって組織の中心メンバーを叩き、山地氏組の弱体化を図ります。班長、俺質問が。どうぞ。山地氏組は荒ごとに長けてるとのことでしたが、命知らずの集まりとはいえ、その辺の強盗とそう変わらない連中ですよね。治安局として特別の警戒がいるほどでしょうか。中心メンバーを叩いていくより直接アジトを壊滅させてしまった方がいいんじゃないでしょうか。それはそうしたくともできないからだよ。少なくとも今はな。セス巡査、君の理屈も間違いじゃない。山獅子だろうとなんだろうと、治安局の前ではたてがみの長い大きな猫だ。恐るるに足らんよ。奴らの真に厄介なところはな、消えるんだよ。消える？うん。この無法者どもは犯罪のたびにホローを通って治安局の手から逃れ、跡形もなく姿を消す。我々は全面的な捜査を繰り返し行ってきた。奴らが活動しているとおぼしきホローエリアに対して組織を挙げたローラー作戦まで展開してな。惜しいかな、その全てはドローに終わっているが、君の報告遺憾ではそれも今日までだ。陳位治安官、バイロン長官殿にご報告申し上げる。情報部の誘導により、ラマニアンホロー旧工事エリアで山獅子組のお尋ね者どもを捕捉したとのこと。突撃作戦を実行するならば今こそ好機ではなかろうか。分かった。我々はこの作戦に多大な時間と資源を費やした。主演班長、君はこの意味が分かるな。はい長官、存じております。よろしい。本作戦は君の班にかかっている。必ず成功させてくれたまえ。いいな。必ずや。コードネームデコイ、これより開始します。なんだって治安軍が。ただ
前方に山地組の構成員確保。任せてください班長。チェイン先輩警戒してください。それチェイン3階へはロックの解除が必要と。カードキーを探しましょう。ミオ、なんとも粗雑なバリケードのつもりであろうか。この程度その場しのぎにもなりません。セス君任せてください。壊すのが一番得意ですから。俺の覚悟はいいか。裁きを受けろ。前方、山地組の精鋭、総員慎重に。面白い、存分に教えおこうとしよう。クリア。射撃を続ける。班長、手伝わせてください。なんとも落ちなくてあるな。手を上げなさい。邪魔だ。ちょっぴり落ちた。やっ、こらつなかやろう。班長、奴らカードキーは持ってませんでした。かように奥まった場所、鍵があるとすればここであろう。承知しました。こんなものまで。よし、対処してデータを回収しましょう。ヒーリー出陣。せい。先輩は休んでください。ちょっぴりと落ちた。手を上げなさい。うむ、うん、己が罪と向き合え。ヘイヤッハッ。うむ、権限を見つけたら直ちにダウンロードするがよい。よし、エレベーターに乗って上へ。ジェイ、班長、こっちにまだ山口組の連中が。射撃を続ける。この先に人の気配が。待ち伏せに警戒を。真打ち登場であるな。
ちの方向。上か。あやつがこたびの標的。はい、神妙にしろ。神妙にさせてほしい。いじられる準備はできてる。ばっかであくびが出ちゃう。正面から任すのがいいんだろ。大嫌いなんだよ、そのズルしようって魂胆が。そう、あたいはあいにくズルが大好きなの。だからむやみに動きたくなかったんだ。見ろ、迷子になっちまった。捕まえろ。これはエーテル物質、気をつけ。足手まといになるだけだわ。治安局もいるのよ。余計なことせず引けましょう。待ちやがれ。誰だ、来るな。市民に手を出すな。話してやれ。話せだ。なら、お前が変わるってのはどうだ。よし、即決だな。どうだ、よく言ったろ。知ったな。隊形維持警戒を。司令班長、市民は3名、外傷なし。山獅子どもがおらぬ。バイロン長官の申した通り、またしても。待って、セス君は。はい、現場にいたジェーン以外の親衛隊は拘束済みです。ですが突如現れた市民のうち2名とセス巡査の行方が分かりません。証言では山獅子組の捕虜になった可能性もあると。了解しました。はい、前半装備を整えて待機、命令を待ちます。して長官殿の指示はいかなるものであった。こたびの失敗に対する
我らの処分は。さようか。言わずともよい。ついにこの日が来たというだけのこと。机のものを段ボールに詰め、装備を返却するとしよう。うむ、入局祝いの湯飲みは持っていてもよいであろうか。待ってください。先輩が想像しているような状況ではないですよ。作戦は失敗してなどいないんですから。哀れな終焉よ、よほど答えたと見える。ジェーンとやらも含め、山地氏組の親衛隊どもを逃してしまったのであろう。これを失敗と言わず、何という何、主は十分尽力したではないか。違いますってば。頭を撫でないでください。私の気は確かですよ。本当に作戦は順調なんです。少なくとも半分は。先輩、山獅子組の突起事項は覚えてますか？隠れるのが得意で、ホロー内にある未知のルートを使い、私たちの追跡を何度も逃れてきました。アジトの発見も困難を極め、根絶が難しい。しかり、この盗人どもは山の獅子などと名乗っておるが、その実は穴蔵のネズミではないか。今からでも遅くない。狩猟をネズミにすげ替えるべきであるな。それですよ先輩、さすがですね。実はもう分かっていたんですか？うむ、全く理解しておらなんだが、褒めてくれる分には一向に構わぬぞ。あれ、先輩が今言ったことですが、実はそれこそ上層部が長い間準備してきた正真正銘の作戦なんです。彼らのリーダーをネズミにすげ替える。ふむ、ジェーン・ドゥ、治安局犯罪行動課外部顧問とな。こやつはこちら側の人間であると？はい、ジェーンはずっと私たち治安局の協力対象であり、今回も内密に連携しています。彼女こそがネズミ、本作戦におけるデコイです。山獅子組内部に潜入したジェーンが組織の信頼を勝ち取り、上層部に取り入ることで彼らのアジトを明らかにする。これが本作戦の真の狙いなんです。大胆不敵な、とはいえ功を奏したようであるな。セス亡命、真面目が行き過ぎて融通が効かぬと思っていたが、あれでなかなか芝居上手だったというわけか。我は誠に捕らえられたとばかり。ほっほっほっ。ご本主演よ、ここは共に交渉すべきところであろう。何故一層顔を青くしておるのだ？先輩、私は確かに作戦は順調だと言いました。少なくとも半分はとも。もう半分というのはセス君なんです。彼も巻き込まれた市民も意図してのことではありません。つまり彼らは本当に山獅子組に捕まってしまったんです。おだ、誰だ？誰でもヘッタクレはあるかもけ。俺だ、とっとと開けろ。けど決められた感覚でノックされないと開けちゃいけない掟だ。死んだらしてんじゃねえぞてめえ、今日来たばかりの新人か。ああ、ここってバレーツインズのフォローエリア。ご明察で、ジェーンの姉子は初めてでやしたね。ここは中継地点の一つ、あっしらのホーム獅子のねぐらの最寄りでさ。ま、起きてじゃあボスがいいと言わない限り使っちゃいけないんですがね。そうだ、だからここを使うならボスの許可が必要で。この俺を疑ってんのか？一体何様だてめえは。では俺様ならどうだ。えっ、ボス、あれは山寿司レイザー。中継地点の掟、門番の掟、山寿司組の掟、
どれも俺様が決めたものだ。掟は守るためにある。貴様らはそうは思っていないようだがな。なぜだ。ボス、俺たちは、あたいたち治安局に待ち伏せされたの。あっという間に囲まれてさ、突然だったからもう大混乱。急いでここへ撤退しなかったらまだ何人かはあそこにいたかもしれないわね。ほう、そうですぜボス、俺たち治安官をとっ捕まえたんです。ほら、貴様がやったのか。それはジェンが。ボス、またまたジェンが姉子のお手柄でさ。姉子が煙を焚いて治安官を足止めしてくれたんです。あっしらが脱出できたのもそのおかげってわけで。約束を守らなかったな、汚い連中め。捕まえたわけじゃないわ。このおバカさんは市民の身代わりに自分から人質になると言ったの。お人よしやね。よくやったジェン。その時が来たら貴様は正規の親衛隊になれるだろう。おお。いいか、治安局の愚か者どもはまだ諦めないだろう。奴らの計画を調べる必要がある。貴様らはひとまずここで目立たないようにしてろ。安全にアジトに戻れるよう後で人をやる。いいな。はっ、山地万歳。バンドごとき。力を無駄遣いしない方がいいわよ。あんたここに来る途中でチクッとされたでしょ。あれ筋弛緩剤だから、今みたいに立っているだけ十分すごいわ。筋弛緩剤だと、道理で力が入らないはずだ。罪のない市民に危険な五金製の品を使うなんて本当に最低な奴らだな。あら、残念だけど全員が撃ってもらえたわけじゃないの。あんただけの特別待遇。何？くそ、卑劣な真似を。普通の人は結束バンドをごときなんて言わないのよ。卑劣じゃなくて分別と言ってほしいわね。お前は頭も良くて実力もあるのに、どうして真っ当な道を歩まない。なんでギャングの仲間なんかやってるんだ。あたいをまるっきり知らないってわけでもないのね。当然だ、お前のファイルには全て目を通した。ジェーン・ドゥ、最近山地組に加入し、優れた手腕と頭脳で組織内での地位を高めてる。今では親衛隊クラスの中心的メンバーだ。それから？ファイルを見る限りお前は典型的なギャングだ。狡猾で残忍、その上卑劣で手段を選ばないけど、それだけじゃないことも知ってる。お前にはいいところもたくさんあるはずだ。だよな。あたいに聞いてどうするの。とりあえずそう仮定する。俺はそう信じてる。それに山地組の他の奴らと違って、お前にはまだ善良なところが残ってる。残ってるよな。とにかくジェーン、お前はまだ選べる。真っ当な道に戻るチャンスがあるんだ。まだ遅くない。協力してくれるなら俺の個人的な信用を担保に治安局には酌量の余地を認めさせる。その上で公正な裁判を行うと約束しよう。これでどうだ。あんたセスよね。ん？そうだ、それが俺の名前だ。それが何か関係あるのか。ちょっと奥に座ってるお嬢ちゃん、あんたよ。
背中に何を隠してるの？え？私は何も隠してなんか。勘違いしないで。交渉の価値がある人質は治安官だけ。あんたたちがちょっとお手手足をなくしたところで誰も心が痛まないんだから。さ、何を隠したの？待ってくれジェーン、急にどうしたんだ？フォローで犠牲になった人の体でまずネズミにつつかれるのは目だって言うわよね。お嬢ちゃん、あんたの目は綺麗だから、きっとネズミたちが大喜びするわ。私は何も本当にこれが最後よ。一体何を隠した？水だ、飲み水だよ。連行されてる道中残しておいたんだ。俺がそうさせた。攻めるなら俺を攻めろ。セス治安官、優れたエーテル適性と身体的素質があり腕も立つ。正直で善良、忍耐に秀でる。何が言いたいんだ？俺のことを知ってるのか？ちっとも知らないわ。けどあんたの長所は分かりやすくて、悪い人が喜びそうなものばっかり。正直だから嘘がつけない、善良だからすぐ人を信じる、忍耐があるから簡単には壊れない。あんたと協力することにあたいは希望を見出せないわ。だからもう小細工はやめて、おとなしくて利口な人質になることね。だってここで善良なところが残ってるのはあたいだけなんでしょ。こいつ見張りはどこ？ここへ来て。ジェーンの姉御、お呼びですかい？人質をよく見張ってて、待遇は掟の通りよ。それとこちらの治安官さんには3倍のお水を差し上げてちょうだい。彼が飲みきるまで他の人質には一滴も飲ませちゃダメよ。なんだと？ほら、水が大好きなんでしょ？たっぷり飲ませてあげるわね。